前回のカズクラ、久々のカズさん検証シリーズ。そう、魚を焼いてどれぐらいレベルが上がるか。かまどを20個用意して、さらに魚を20スタック、これを使ってみると、お、あ、でも思ったよりレベル上がるじゃん。これなんかもしも用にちょっとストックしておっかな。はい、どうもこんばんは、カズクラでございます。いやー、前回のですね、魚でレベルアップは大成功いたしましたよね。いやー、まあでもまあまだね、ほったらかしなんだけどね。これどうしようかな。なんかで必要になることあるからね、これはこれでまた置いておきたいなと思うんですけども、これ役に当たってね、そうなんですよ、必要となるのがお魚さんでございます。というわけで本日はですね、あっちの方行ってみましょうか。さあ、最近ですね、いろいろ村の整備してるじゃないですか。そんなこともございまして、いい感じにですね、分かれてきたと思うんですよ。よいしょ。ほら、ゴーレムの感じがね、ここはまだ若干多いかもしれないけど、ゴーレムの数がですね、いい感じにね、ばらけてきたんですよね。ここなんかね、すごく少なくなった。あ、こっちの世界どうだろうね。おーおー、びっくり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 、おーおー、びっくり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 。ちょっと待て、あ、やべ、行く、よし、一体助けたぞ。ちょ、待ってろ、お前。よいしょ。よし、なんとかなったな。ただ村人が相当数こっち来てるのは気のせいだろうか。まあいっか。さて、こっちのあの方はまだ怒ってんのかな、どうなんだろう。いや、どうもこんばんは。やべえ、やつの声した。どうもこんばんはとか言ってる場合じゃねえよ。大丈夫か。大丈夫だな。やっぱ怒んないんだよね。やっぱね、このネザーの方に、ゴーレム連れてくるのはいいことだよね。喧嘩になってもすぐね、収まる。今日はいいんだよ。今日は金集めいいんだよ、金集めは。帰りましょう。ピエイ。ただいま。あ、そうだ、ここで一つ言っとこうかな。いつもね、皆様の愛のあるコメントありがとうございます。いい意味でも悪い意味でも、荒れてるんですけども、久々にちょっと面白いの来たので紹介しておきましょうか。カズクラを575で表そう。13件。あ、やべえ、なんかこれすごい楽しそうだな。カズさんは面白いよな、クソテンパ。まあ、一発目はこんなもんでしょう。なあ、二つ目。カズさんの髪の毛の質、ほぼひじき。はい、なんか深いようなね、薄いような、なんかよくわかりません。三つ目。意味不明、やることすべてミスる。うまい。いや、最高だね。ちょっと笑っちゃったな。みんなうめえじゃねえかよ。なあ、ちょっと参りましょう。よっこいしょ。さあ、ただいまでございます。あ、ここまだゴーレムさん止まっておりますね。そして、おー、やべ。すんげえ、なんかいきなり効率良くなってね。やばくね？あの効率。どうしたよ？あんな湧いたことなくね？今まで。ちょっと待って、行ってくるわ。どうしたよ？なんでこんなどうでもいい時にね、湧くようになってんだよ。よいしょ。すんげえなんか良くなったな。捨てたもんじゃありませんね、まだこちらのトラップもね。おお、やばい、いいよ。なんかいいやん、いろいろゲットできてる。あ、レギンスだ、久々の。これいただこう。ちょっとファッショナブルにポイッと。やーべ、また超かっこよくなったじゃん。さあ、ではですね、これで向かいましょう、あっちの方にね。到着。んさあ、ではですね、どうだろう、ガーディアントラップの、おー、すごい。落ちてるわー。いっぱい来てるわー。ではちょっと下の方向かいましょう。やん。さあ、これがですね、このカズクラワールドで有名なガーディアントラップでございます。ただですね、こちらの方に、皆様からアドバイスの方来ておりまして、今回はですね、この下の、レールでございます。レール問題ね。まあ、今現在ですね、見ると、まあ、結構時間かかるような感じなんですよね。そろそろ動き出す。ほら。戻ったりなんないで、結構時間かかるんです。そしたらですね、これですよ。ちょっと効率悪いな。回収しきれないで消えてるやつ絶対あんだろ。わざわざ一箇所止めないで、一周させて戻ったらホッパーで回収すればいいのに。はい、そうなんでございますね。前ですね、パン回収機作ろうとした時にやった、あれでございますよ。そんで、画像付きでね、送ってもらったんだけど、ちょっとどこやったか忘れちゃったから。本日はその修正とね、まだ一つ問題点ございます。これですね、夜通し、ね、放っておくとさ、ここが、いっぱいになっちゃうことがあるんですよ。おー、まあ、また鉄が。まあ、ここ、いっぱいになっちゃうことあるんでございますよ。っていうか、夜だな、これ。大丈夫かな、いろいろ。来そうだから怖いんだけどね。まあいいや、作業していきましょう。
ちなみにね、あれうまいこと動いておりまして、まあぶつかって速度落ちることもあるんですけど、いい感じにね、まだまあ止まらないんだよね、なんだかんだでね。まあ、あこら辺含めて、修理でございます、修理。あ、ここもね、俺頑張ったよ。うん、夜通し頑張ったよ。ちょっと待って、これワッキーがね、甘いかもしんないからね、出てきたら困るからね、ちょっと。よしよしよし、ていうか、さっきからめっちゃ落ちてきてるような感じ、見受けられたんだけど。やばくないここ、やっぱり。さ、ではね、参りましょう、参りましょう。さあ、ここですね、いい感じに直していきたいなと思います。これどうすればいいんだろうね。あー、でも今回やりたいやつちょっと違うからな。参ったな、それはそれで。もう今回のなんとなくわかりますよね、これね。そうですよ。ここもね、壊してしまいます。壊させていただきましょう、もう。すいません。ごめんなさい。なんか埋まってるわ。回収しとこう。ほんで不要な場所は埋めてしまって、これも回収だな、もう。よいしょ。あ、いらっしゃい。ではね、参りましょう。ここをいい感じにつなげていくから。あー、スライムブロック忘れたわー。めっか。よいしょ。ちゃんと真面目に作っていきましょう。こんな感じでいいよね。で、こっからね、少し加速は必要だろうから、ちょっと贅沢にね、レッドストーンブロックなんかいっちゃいましょうか。二つぐらい行った方がいいのかな。今度は多分上まで登ってくと思うんだけど、試すか。っていうか、すんげ落ちてんな、なんかね。まあ、行きましょう、行きましょう。まずはこうして、ほんでレールを、よいしょ。今度いいんだよね、基本的には。ほんで上まで登るかを、まず検証でございますね。一箇所にちょっと集めたいんですよ。えい。行け行け行け。あ、楽勝だね。完璧じゃん。あら、まず上のシステムちゃんと作ろうかな。下はね、なんだかんだ今考えたけどさ、難しそうじゃないこれ。まあ、とりあえず、一箇所に集めるシステム。さあ、上の方参りましょう。さあ、やってまいりました。とりあえず、ここまでトロッコが来たんですけども、次ですね。はい、これでございます。こっちの方と統合して、さらに、これを延長していい感じにですね、工夫するんですよ。さあ、ではですね、やっぱ基本これね、うん。今ちょっと壊さないといけないよな、これな、多分な。うん。さあ、では参りましょう、参りましょう。今回どうすんのかというと、どうすればいいんだろうね。おお、頑張ってんな、頑張ってんな。しっかり考えてやらないとね、どん詰まりになるからね。まずは、ホッパーはね、まあまあ、これ絶対だと思うんだ。こうして、もうちょっと延長しないといけないと思う。ほんで、こう。こんでいいんじゃねえのかな。ほんで、こちらにつきましても、こっからね、今やってくるだろうから、いや、いろいろ難しいな、これ。こっちはこうか。混んでいいのかな。あとはね、ちょっとごめんよ。ここは普通のレールで、まあまあ進むでしょう。ほんで、ここパワードレール。で、ここもパワードレール。よいしょ。混んでいけると思うんだけどな。なんか変なタイミングはね、来るかもしんないけど、いけると思うんだけど、ちょ、待ってろ。まずは一旦ね、これ繋げよう。ぽい。よーしよしよしよし、来ましたよ、来ましたよ。な、それぞれの装置作りでございます、次は。まずは、カラーの、レッドストーンでしょう、これ。で、カラーの、トーチ、ぽい。ほんで一応できたよね。ではまずは動作確認参りましょう。ここはさ、レッドストーン。さあ、ここに置いて、いってらっしゃーい。いや、ちゃんとね、うまいこと動くと思うんだけどね。で、ここに戻ってからの、入れて、出発したら成功。おーし、オッケー。な、次にこっちだ。こっちもね、まあ、似たようなシステムにはなると思うんだけども、いけんのかな？ここにまずブロックは1個必要だよね。あれ、いけるかな？横との兼ね合いで。心配になってきたおじさん。これもね、ポイって置いて、まあ、これは確実だよね。今と同じシステムでいけんのかな？これ。よいしょ。こうして、こうして。一番上、もう羊毛なくなったな。なあ、すまない。味気ないけど、これにして、こうする？いけた？これで。試してみましょうかね、これ。ここもね、一箇所ぐらい入れとこうか、レッドストーンぐらい。よいしょ、よいしょ、よいしょ、よいしょ。よいしょ。な、この中に、幾分かね、魚とか、こういうのをちょっと入れてみましょう。ほんで、カラーの、さあ、さあさあさあ、どうなるか。ちゃんと動くか、これ。今、多分ね、吸い出してるとこだと思うけど、これでスタートしたら完璧なんだけどね。さあ、どうだろう。いけるか、お前に。お前にいけるか？あー、来た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 。来ましたね。成功ですね。よーし、ではですね、次に大事な、これ。これがね、詰まりすぎちゃうって問題点を今から直していきたいなと思います。これだけ貴重だから、ここら辺だけいただいて、いやもうこれ、何も特別なやつじゃないんですけどね。まず壊しまーす。ポイッと。ほんで今回はですね、チェストがある程度ね、数まとまれば、もうそんで成り立つと思うんです。ほんでいいよな。ではね、参りましょう、参りましょう。まずはこちら、ドロッパーね。上に向けて、
もうこんぐらいやったらね、やべめっちゃ狙われてる。やめなさい。あとはでございますね、横にこのレッドストーントッチがあるでしょ。これをね、今段々にね、ちょっとつけていきます。あ、基本的にはこんなもんか。ね。あ、やべ、やー、あ、痛いわー。あれだけ厄介だな、今ね。やばい。上に無駄にいろいろ出てきちゃってる。まずいね。早く作んないと。そう、やめろよ、ちょっと攻撃とか。振りとかじゃないんだから。まあでもね、もうちょいですよ、これは。ほんで、ここにね、これをつけて、よーし、もう大丈夫だ。何も怖くない。あとはね、よいしょ。もうこんで完璧。ほんで、もうここもちょっと閉じてしまいましょうかね。もうこれどうすんのかというと、もう簡単ですよ。これホッパーでね、下にね、つなげるだけ。うん、たったこんだけでございます。ほら、すごいでしょ。これ、だんだんにですね、どんどん溜まっていく仕組みなので、もう、安泰だよな。これ、2日3日ぐらい置いといても大丈夫なんでございませんでしょうか。詰まることございませんね、今でね。いやー、これでですね、効率的にまた集まるようになりましたよ、ほっといても。もう、夜通し掘っていくだけでね、このね、後ろの、このブロックが手に入るから楽ちんだよね。ちなみに今現在だけでもね、もう、じゃんじゃん集まってきてるみたいでございます。っていうか、あ、こっちのやつももう今稼働してるのかな。あ、そうだわ、稼働して集めてきてくれてるんだわ。これ最高だわ。なここら辺ちょっと整備して、でももうこんなもんだよな、整備もな。うん、よいしょと、はい、ここも、まあ、隠してしまえばいいんだよね。はい、とまあですね、本日はこんな感じで終わっておきましょうか。いや、もうこれでですね、もう勝村がね、もう眩しくなること間違いなしでございます。変な意味じゃなくてね。ほんでですね、この周りの砂の壁についてリクエスト来ておりました。外の砂の壁を壊してください。60いいね。賛成。賛成多数で取り壊し決定。決定されておりません。壊れないので皆さんご安心くださいませ。ほんで、これ綺麗にやる方法ね、下のやつね。うん。それについては、うん、裏でやっとくと思うので、また楽しみにしていてください。それでは本日はこんなところで、また次回皆さんお会いしましょう。バイバイ、バイバイキーン。